やっていくか、恨みっこ次の日2第2話、鈴木圭介がお送りします。次の教室へ移動してくださいってところがあったよな。ここね、最初の教室に入ってセーブした感じやけん、こっちでどんどん進んで、今作の悪霊も前作と似て、音量か、音量も前作と似とうような感じなの。きたー、西野走るぞ。安藤君は知っとんやな、地獄のチャイムのこと。なんとなくチャイムが聞こえてきたらヤバいってことを分かっとんだ、体験したけん。じゃ、キャンセル？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 あ、そうか、バットで殴る、バットで殴るキャンセルキーなんだ。あと、新しいやつ出てきた。校長先生みたいなやつ出てきたけど。なんなの今の？話は後だ。気になる。早く教室で。いや、話しながら教室突っ込んでいこうぜ。俺めちゃくちゃ気になるんやけど、今の校長じゃない。校長パッドじゃなくていいのか。いいか。大学どころじゃすまんぞ。犯罪。教室の前で校長。校長二人目来た。起き上がってくる前に逃げよう。もう前やけんな。教室の前やけんな。逃げようもなも。安藤くん、あれって、あれが音量？ああ。この部屋に書き込みがあったんだ。あれは音量で、地獄のチャイムが鳴ると廊下に出現するんだって。幽霊ってことだよね。そうだな、恨みを持った霊だってことだと思うけど。でもバットで倒せるから気をつけていこうぜ。音量でバットで倒せるもんなの？物理効くのか。もうカルチャーショックやな。バットすげえな。安藤くん、部活に行く途中だったの？そうだよ。こんなところ早く出て、部活行きてえな。そうだね。部活に行くところって、物質、実際、私物のバットも取ったんやな。西野は俺が守んなきゃ。おぉ。正義感に溢れてるね。色が違うやつ。村岡市聞こえ。地獄のチャイムが鳴ると、廊下に、あ、これ、前作と似たような感じなの。昇降口には鍵がかかっていた。ガラスを割ろうとしたが、この空間に固定されているようで、割ることはできなかった。鍵が必要だ。平田隆。鍵？おー、RPG っぽくなってきましたね。隆くんがこういうことまで教えてくれてる。前作にはなかったメッセージやね。私たちの他にも引きずり込まれた人がいたんだ。まだ生きてるかもしれないし、探してみようぜ。おっしゃー、鍵っていう存在があるんだ。ちなみにここ何？ 2 年2組、放送室。あ、放送室って、前回のブーのスー先生が放送しようだな。そういや、安藤隆くん、ってやば、だから西野かなさん、西野かなさん、職員室まで出ようだな。あ、まだ来たよーし。だーなんだ？どう？誰か生きとる人はいませんか？内田先生生きとったんや。どっちかって言ったら、もう悪霊側に入ってしまったかなっていうチャイム鳴らしとったけどな、前回な。私は3年 B 組担任の内田組子です。組子さん。悪霊に追われて、放送し、あれこれ悪霊じゃないや、音量やな。なんかよう間違えるんやけどさ、音量に追われて、放送室へ逃げ込みました。誰か、安藤くん助けて。名指ししちゃった。安藤くんって言っちゃったね。もう安藤くんに助けてもらいたい気まんまなんやね、お前。ヒロインになろうとするな、お前。ブサイク。内田？安藤くん、内田先生、教室にいるって、放送室にいるって。ち、嫌な奴だけど、助けに行くか。助けに行ったらフラグ立つぞ、安藤くん。やめとけ。まあ、行くけど。フラグ立ったらどうなると思う？あのブサイクと結婚とかだったらどうなる？やだよ、俺は。まあ、安藤くんの人生やけ、安藤くんが決めればいいと思うけどさ。来た、地獄のチャイム。まだ校長先生が来るんじゃ。校長先生が来るんじゃ、これ。校長から逃げろ、校長から。来た、校長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 、パッと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 。倒れ方がリアルやな、もう。倒れ方、生々しいんじゃ、やめろ、もう。西野は俺が守んなきゃ。まだ来たらぶっ倒してやる。やる気まんまや。安藤君絶対お前父親かなんかが。ヤクザやろ。
放送室はそこを左だよ。よし来た。厳重な扉になってるね。なんか硬そうなんやけど、マシンガンでも壊せなさそうな扉になってないけど、厳重なんやけど。あ、壁の雰囲気が、あ、音楽室の壁っぽい感じなんやね、これ。放送室やもんな。放送室。内田先生、いないね。他の教室に行ったんじゃね？え、でも、やっとここに逃げ込んだって感じだったよ。なのに、そうか。そうだよな。あれ？あ、これって、うちのメガネだ。メガネっ子だったよ。さらにキャラが追加されたんやけど、うちの先生、メガネっ子キャラも追加されたよ。メガネっ子って子じゃないけどさ。メガネをかけたブスだった。メガネ外したらもしかしたら可愛く見えるとかそんな話じゃないだろうな。やっぱり、ここにいたんだ。でも、どこ行ったんだ？うちの先生のメガネ。どういうこと？折ったっていう証拠には、左の方、割れとる。弾丸食らったような穴開いてるけど、いけるんこれ。大丈夫か？え？敵の音量か。音量銃使ってくるやつおんの。サイレンやな。サイレンやないか、それ。え、こっち、バットで大丈夫なん？あったーくん、遊びましょう。呼んでるよ、安藤くん。左におるんか。あー、左におるかと思ったんだけど、吹いた瞬間出てくるんじゃない？うわー、バト。もう、内田先生見た目でももう今バケモンじゃん、ボケ。内田先生、なんで？あ、音量になったのか。内田先生はもう、てか内田先生、怪獣にできそうなボブキャラみたいな感じになっとったやないか、顔が。怪獣にできそうな感じになっとったやないか。しかも青鬼チック、青鬼の親戚か。くそ、気持ち悪い。内田先生、青鬼の親戚だったん？初めなんですけど、キャラ増えた。もうとてつもなくでかいキャラになってしまった。記憶症だったり、前歯が死んどったり、記憶、もう、いちいち全部言おったら、もう、足らんぐらい。うちの先生、音量になっちゃった。現代の学校での放送の時には、もう死んでたんだ。俺たちをここに引きずり込むために、もう向こう側のサイドになっとったんじゃ。死んでも安藤くんの名前、呼んでたね。内田先生も、やっぱり、好きだったと言いたいのか。でももうってことは、ララバイ、今日は今までの疑惑がさ、西野にあるんやけど、西野さん、やめろよ、倒しづらくなるだろう。倒しづらくなるんじゃ、ちょっと、気持ち揺らいどんやねんか、安藤くん。これ。村岡四季声。あ、コメントにもあったもんな。大腸の最終回。四季子の四季がさ、死ぬの方の四季だったけどさ、これも、関数字の4と入れ替えられて四季じゃないのかってみたいな感じの、コメントであったもんな。確かに。用務員のおっさんも闇の木造校舎へ引きずり込まれたようだ。さっきの用務員のおっさんだったんじゃ。校長先生じゃなかったんじゃ。そうか。まあ確かに校長先生の割にはなんか偉そうじゃないような感じはしてたけどさ。もうすでに音量になっていた。この学校中に鍵をかけながら校舎中を回っているようだ。わあ、お前、用務員のおっさん、音量になってからもう仕事を続けるんじゃないわ。迷惑な。気をつけろ。もう優しかったおっさんじゃなくなってる。そうか。音量になったら人格変わるんやな。ここな、ここは2年2組。で、この先、美術室。教室以外にも行くんじゃ。美術室って。定番の怖いベートーベンの目が動くみたいな、ピアノが勝手に流れ出すみたいなのがあるけど、何？え？ねえ、待って。この地図によると、そこを右に行くと小国寺通じてるみたいだよ。脱出口。もしかしたら、外に出られるかも。マジで？行ってみようぜ。で、右に向いたらさ、内田先生おらんよな。右に向いたら。あーし！
し、よかった、うちではおらんかった。昇降口、昇降口に向かう。こっちなんだな。来たー、地獄のチャイム来たー。教室が目の前です。やったー、用務員の王さんに出わずに済んだ。ここは昇降口の入り口的な感じか。ここにもスクエアあるっけ。なんかあるね。校庭でも音量を襲ってくる。むやみに歩けばすぐに殺されてしまう。2階から見た感じだと右斜め前の方向にプールがあった。だがその上以外は闇に包まれて何も見なかった。プール、プールにも行くんじゃ。ああ、しかも校庭でも音量はおるみたいな。校舎の中だけじゃないんやな。マジか。プールね、右斜め前。外に出てもいいんか、それで。あ、鍵かかっとんか。そうか、鍵ってここのやつか。バットで、よっしょい、わっしょいやる。あー、ダメだ。ガラスなのに壊せない。窓ガラスが壊せないの？防弾ガラス。コンクリートみたいに硬くなってんだよ。壊せる気がしねえ。鍵が開けば開くかな。わあ、いきなり出てくるじゃないよ、アンドーくん。ちょっとびっくりしたよ、今。なんでいきなり前に出てきたよ、お前。うん、だって、引き戸とか開くし、この空間がそういう場所なんだと思う。空間が固定されているっていいか。なんかルールがある気がする。ルール？ここの鍵探してみようぜ。はあ。じゃあさっきの分岐の方を右に曲がればいい感じか。まっすぐ行ってなかったもんね。ここまっすぐ行って分、ここ階段登って、その後あたりにこうあったんじゃ。ここを右に行くと美術室があるよ。よし、行ってみよう。美術室に鍵なんか落ちとんだろうかってちょっと思うところもあるんやけどさ、俺は。あ、反対行ってる。え？こっちか。え、こっち？え、こっちな。美術室こっちじゃ。左手にある。あれ？こっちか。はい。あ、あれ？矢印こっち向いてなかったっけ。ね、矢印こっち向いてなかったっけ。美術室こっちってなかったっけ。あれ？おかしいな。俺見間違いしとんかな。まあいいや。で、ここが美術室。めっちゃ机あるやん。前回にもこんなに机めちゃくちゃ並べてあるとこあったけどさ、ここにアイテム。お前が音量と入れ替わったとか、すぐにか分かった。そして、廊下で声をかけたときに、この学校へ引き継ぎ込まれた。まだ生きてるのか。もし生きていたら、書き置きに、残していってくれ。なんだこれ。意味わかんねえ。入れ替わったって、どういうこと？もう一人の人格がおるんじゃ、これ。意味は、今は意味ないことかもしれないし、先に進もうぜ。これから、もしかしたらこの二人が入れ替わりの現象に巻き込めるかもしれんのか。いつの日から音量になっとったみたいな感じに。ありうるよな。あー、なんかあれ、銅像か。美術室やけど、こんなところに銅像置くか。美術室で置けよ。てか美術室で美術っぽいもんなかったやないか。なんでこんなところに銅像置いとんだな。おかしいでしょ。彫刻像だな。昇降口の鍵ないね。おー、安藤くん、いちいち出てこんでいいわ。この銅像がどうにかなったかと思ったやないか。びっくりしたよ。やめろ、安藤くん。もう、フェイント入れてくれん。もう一度戻って探してみるか。でも、手がかりがないと探しようがないよ。そうだな。あー、向き変わってないかい？あれ、首動くタイプの銅像なのかい？え、電源入れたらコンセントさせてたら首動いたりするっていう画期的なやつなの？調べるのか？怖いよ、これ。あれ？この像、こっち向いてたっけ？向いてなかったよ。何か意味があるのか。
意味なんかあるんか、これバイオハザード的なやつ、バイオハザード的な仕掛けがあるんか、これこっちを向いたことに何か意味があるのか。脅かし要素っていうかそういうんじゃない、あーえー、危ないみたいな感じで向いとったんじゃ、こいつのこと気になっとったんじゃ。ちょっと冬治、冬治バト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 、こいつをバトで殴ることを気が来る。首もげた、首もげたバッドつーか剣で切った、日本刀で切った感じになったなんで首もげた安藤くんやりすぎだろそれ、さすがに。こんなやつもいたのかよ。は、早く逃げよ。ちなみにどうぞ、どうなったん、どうぞそのままか、どうぞ。あ、やばいみたいな感じで向いとったんじゃあの女の子を向いとったんじゃ、そうか、きた、あー首もげてる、首が赤くけたまま、首もげたままや首が取れても襲ってきやがった、怨霊だからねもうゾンビみたいなもんだよ、首もげたまま来るんかよバイオハザードじゃないか、まあ、安藤くん、いや、さすがに今はビビらんかったけどさ、うん、と、どうする西野、探せる場所はもう探したよな、まさかこっから出られないの、そう、そんなことあるかよ、じゃあ西野では内田先生、また放送、内田先生がなんかヒントをくれるように、てか内田先生、おっと校内に残ったまねた、校内に戻ってる人、校内に取り組まれたのよ、ショット人、みんな4組で来てください、うわ来た4組、繰り返します、校内に残っている人は2年4組で来てください。前回は4組のところにあのしきこさんがおったよな、壁に埋め込まれたしきこさんが、ってことは今回もこの4組になんかキーがあるはずなんよ、キーアイテム的なもんが、鍵があるかもしれんのよ、なんだ誰だ、2年仕組まで来いって、てか内田先生の声じゃなかった今、また内田先生のものなんじゃ、でも他に行ける場所がないし行ってみようぜ、でも大丈夫、音量は俺が倒してやる、わあこれ安藤くん絶対後で音量になるでしょ、やられて、うわあ西野俺のことはいいから先に行けで、でもみたいな展開あるでしょ、絶対主人公二人ってそういう意味では片方やられてもう片方生き残るパターンを演習したかったんじゃ、これそんな気がしてきました、よくあるホラーのパターンのやつですな。2年4組ってどこだっけ、私が初めにいた教室だよ、初めにおったんかい、あそこまで戻るのか、そうか、戻る道大丈夫かな、俺結構方向音痴なんですけど、道とか大丈夫なのこれ、あれ俺行き過ぎたか、これ銅像のとこも戻ってしまった気がするけど、あれ道なかったよ、あー安藤先生、安藤先生、このチャイムは何なんだよ、あれ道は、あれ一本道になってない、一本道になってる、あからさまに銅像で話しかけなさい、銅像調べなさいみたいな感じになってる、銅像に何かあるんだこれ、銅像の首を回したらカビ、ああ首もげた方が出てきた、首もげた方が出てきた、あと3チやばい、3チやばいけどもう1回ぐらいは耐えれるだろうと思って、まさか音量がいることを教えてくれたのか、わあこの前の平田片橋くんがあの人体冒険に取り付いたパターンと似たような感じのがあるんかもしかして、誰だこれ、誰が取り付いとんじゃこれ、あ知らんのか、もうそれで終わりか、あと道がないんじゃ、他に道が他になくなっとんじゃ、どうすりゃいいんじゃ、美術室の方だったっけ、きたー、あっ安藤、内田先生デラックス、内田先生でやばい、サンチサンチ危ない、回復回復、これは回復しようかな、会話、あの書き込みしたのって誰なんだろう、あの書き込みって死ねって書き込んだ人、あのイニシャルって私たちのことだよね、そうだな、
どうしてあんなことをするんだろう。それで回復するんじゃ。不安を煽るようなことを喋ったのに回復しちゃったよ、サンチ。話すことって大事ですね。ちょっと不安になった人に対して話しかけてあげてください。それが結構メンタルとしては大切なことなんです。あ、こっち行けってことだったんこれ。あ、こっちだったんじゃ。こっちだったわ。そうか、そうか。忘れとった。で、確かだ。右に行った昇降口で、とりあえずまっすぐ行かないか。まっすぐ行かなあかんのか、これ。めっちゃセーブして使ってる。めっちゃセーブしてるよ、俺。そんでもってまっすぐ行っちょったら、2年4組の方に行くみたいな感じだったかな。あれあんね、内田先生がなんかヒロインみたいに。ちょっともじもじしとる、恥ずかしがっとるヒロインみたいに立っとるやん。無視してやろう。ごめんな、内田先生。告白は次回にしてくれ。というわけで今回はこの辺で、ごちそう、ごちそうじゃないわ。何かごちそうじゃない。ご視聴ありがとうございました。仕上げ。案の定だけど、内田先生が怨霊の仲間入りしました。しかも、その見た目は完全に青鬼。視聴者の皆さん、気が向いたら青鬼をプレイしてみてください。もしかしたら内田先生が出てくるかもしれません。たけしが内田先生相手にガクブルするのです。